エジプトの巡礼長官を中心に、メッカからマディーナへ行く巡礼キャラバン巡礼長官は、イスラーム世界において7世紀から20世紀まで、毎年実践されたハッチ巡礼のキャラバンを率いる人物に対して、その時々の政権から与えられた地位及び称号である。なお複数型は、ウマラウイコールルイコールハッチという、巡礼長官が置かれるキャラバンのルートは、アッパース長期より、 ダマスクスを起点とするルートとフスタートを起点とするルートの二つがあり、それぞれのルートに巡礼長官が任命された。巡礼長官の任務はメッカとメディーナを目指す巡礼の道中の安全を確保し、資金と食料を提供することにあった。フィリップ1998によれば巡礼長官には大きな政治的影響力と宗教的権威がもたらされるため巡礼長官は 極めて重要な役職であった。イスラーム教における八巡礼の重要性に鑑みるとキャラバンと巡礼者の保護はムスリム政権がなすべきことの中でも優先度が高かった。キャラバンが略奪にあったり巡礼者に危害が加えられたりするようなことがあったら巡礼者が聖地から戻るときにそのことがイスラーム世界全体に知れ渡ってしまう。イスラーム世界の名手には あるいは名手になる野心のある者には、巡礼の安全を保障することが求められ、巡礼の政費が政権の権威に直結した。したがって、巡礼長官が有能であることは、政権にとって決定的に重要であった。また、このような重要性ゆえに、オスマン帝国期には、政権の中枢が巡礼長官の不正や権力乱用に対して、 処罰を下しにくくなるという状況が発生した。八巡礼のキャラバンにおける脅威の主なものは、遊牧民ベドウィンによる略奪であり、目的地に着くまでの間に通らなくてはならない彼らの縄張りがあれば、巡礼長官は、略奪を防ぐために、強力な警護兵を組織するか、部族ごとに交渉して買収した。飲料水と食料の調達、輸送交通手段としてのラクダの確保も、 巡礼長官の仕事であった。安全保障に係る資金も同様である。資金は多くの場合、恥巡礼のために特別に設定された土地からの歳入によって賄われた。資金には巡礼者がメッカとメディーナで過ごす間の飲料水と食料を確保するための資金も含まれる。エジプトでは各時代のマムルークやスルターンが巡礼のために大規模な枠布を設定し、 カイロを起点とするルートの巡礼長官は、カーバ聖殿を覆うクロヌのキスワを奉納する名誉を得ていた。オスマン帝国期の巡礼長官を研究したシンガーやフィリップによると、巡礼長官には軍人としての統率力に加えて、市長を計画する能力が必要で、様々なオスマン帝国官僚や各コミュニティのリーダーとのコネクションを保つ能力も、また、 両末とラクダの確保のために必要であった。巡礼長官が率いたキャラバンには、警護を担当するマムルーク騎士の他に、礼拝を主導するイマーム、ムア・ツイン、カーディーといったウラマーが同行した。さらに、砂漠の道案内をする、者、医者、遺言を残さずに巡礼中に亡くなる巡礼者のための遺言問題の専門家、小取引を監督する、 専門家であるムフタスイブマデモが同行した。ヤフヤー、ブンワー・スイティーが描いたマムルーク朝時代のシリアからメッカへ行く巡礼キャラバンムスリムの言い伝えによると、最初の8巡礼のキャラバンは、預言者、ムハンマドの生前、ヒジュラ歴9年にアブーバクルが、総勢300人を引き連れて、メディーナからメッカへ向かったキャラバンとされている。大征服の時代を経て巡礼者の数は膨れ上がり、 ダマスクスとフスタートをそれぞれ起点とするキャラバンを政権が援助するという伝統が成立したのはアッパース長期のことである。広大に広がった征服地の各地から旅をしてきた巡礼者は、まずこの日程を目指し、巡礼長官のキャラバンに合流した。この日程以外には、クーファも重要な合流ポイントであり、イラク南部やイラン、中央アジアからの巡礼者がクーファに集まり、砂漠を越えて、 ヒジャーズへ向かった。ダマスクスにはシリアとイラク北部、後にはアナトリアの巡礼者が合流し、フスタートにはエジプトやマグリブ、アンダルスの巡礼者が合流した。初期のアッパース長はハジ巡礼が持つ象徴的意義を重視した。特に最初の100年間の巡礼団のアミールはアッパース家の者のから選ばれるのが常であった。カリフ、 ハールーン・ラシードは誰かを任命するのではなく自ら巡礼団を率いたことが何度もあった。公的な役職としての巡礼長官職が設定された具体的な年を特定することは難しいが、ファーティマ朝カリフのアジーズがバーディス・ブンズ・イーリーを巡礼のアミールに任命した978年をその年と考えることもできる。クーファを起点とする巡礼のアミールなら、 セルジューク朝スルターンのムハンマドブン・マフムードが、カイマズを任命した1157年を、ダマスクスを起点とする、巡礼のアミールなら十字軍からエルサレムを奪還した、都市、アイユーブチースルターンのサラーフティームが、トゥグテキンブン・アイユーブを任命した1187年を、その都市と考えることもできる。イスラーム世界の東半分が、モンゴルの支配下に入った13世紀中頃以降、 巡礼キャラバンの離合集参の地であったカイロとダマスクスが果たす役割はさらに大きくなった。1260年にマムルーク朝が成立する。以後、ダマスクスはデワント、アナトリア、メソポタミア、ペルシアから来た巡礼が集まるポイント、カイロはナイルカ国、北、アフリカ、サハライナンのアフリカから来た巡礼が集まるポイントとなった。 ハサワエ2015によると巡礼長官の伝統はマムルーク長期に定式化し定着した。マムルーク長は巡礼長官職の重要性にもかかわらず官僚のランクでは中堅クラスとなる千人状に担わせた。さらにその羊は解放奴隷マムルークよりも下とされる自由身分からマムルークになったマムルークウォーロットあるなであったこともある。マムルーク長時代は カイロ発のキャラバンが巡礼のメインストリームになり、その巡礼長官は、いつもマムルーク長スルターンが任命した。ダマスクス発キャラバンの巡礼長官は、スルターンが任命することもあったし、シリア総督が任命することもあった。ダマスクス発キャラバンの巡礼のアミールは、カイロ発のアミールに従属する存在であったが、後者がメッカのシャリーフや、 イラクやイエメンから来た巡礼者と対立する際は、中立を保った。カーバ聖殿を覆う黒布キスワは通常カイロでおられるものであったから、カイロ初キャラバンがこれを傾向し、これに対して、ダマスクス初キャラバンは、マディーナの預言者、ムハンマドの墓を覆う黒布を運んだ。マムルークスルターン自身が巡礼に参加することは稀で、 あったが、彼らは彼ら自身を象徴するものとして腰を巡礼団に担がせた。1911年の巡礼キャラバンにより、カイロからメッカに輸送されるキスは、エジプト警察が護衛する。巡礼長官職は、1517年にオスマン帝国が、マムルーク朝からエジプトの支配権を奪った後は、オスマン帝国により続けられた。1517年こそ、 オスマン官僚がオスマン帝国スルターンにより任命されたが、16世紀の間は、ほとんどの都市でチェルキス系マムルーク騎士が任命され、時々アラブ系遊牧民の有力者か、ボスニア人あるいはトルコ人の高官が任命された。その後、18世紀初頭までイスタンブルから派遣された官僚がアミールを務める時代が続き、その後は、 エジプトのマムルーク騎士がアミールを務める時代に戻った。16世紀のダマスクス初キャラバンに任命される、巡礼長官職は、ダマスクス管区に報道を持つスイーパーヒート、ダマスクス要塞に詰める、家にチェリ、合計100人を指揮した。オスマン帝国地下において、最初にその職に就いたのは、ジャーンビルディ・ガザーリーというマムルーク長の総督から、そのままオスマン帝国の総督に据え置かれた。 人物である。1571年までダマスクスの巡礼長官にはダマスクスの町の行位マムルークが任命されてきたが、以後はガザやアジルーン、ナーブルス、カラクといった周辺の町の有力者やマムルーク騎士が任命された。オスマン帝国はダマスクス管区のワーリーが巡礼長官職を務めるものとするという新しい決まりを1708年に導入した。 この決まりができたため、ダマスクス発のアミールの階級が、カイロ発のアミールの階級に優越することになり、さらに、ヒジャーズガンクのアーリー・アメッカのシャリーフたちよりも県にあるものとなった。オスマン帝国期のシリアは、ダマスクスのアズム家による支配体制が非常に長期にわたったが、キャラワンをうまく取り仕切れてきたのが、アズム家であったことがその理由の一つである。 19世紀初頭にはハーブ派の運動がディルイーヤを中心に盛んになった。ヒジャーズ地方をも支配下に入れたワフハーブ派は、巡礼のキャラバンに腰と学士が付帯することを禁止したが長くは続かず、1811年にヒジャーズを平定したムハンマド・アリーがこれらの習慣を復活させた。1世紀以上経過した後の1925年に、 ワッハーブ派と連合したサウード家がヒジャーズを支配下に入れてこれらの習慣を廃止した。シリアとヒジャーズを実質的に統治したエジプトのムハンマド・アリー町の下でダマスクスの巡礼のアミールは排他的特権を享受したが19世紀中頃にはオスマン帝国がシリアとヒジャーズの統治権を取り返しダマスクスの巡礼のアミールの特権は失われることとなった。前後して ベドウィンの脅威も薄れてきたところで、巡礼長官職は名誉職になっていき、基本的にダマスクスの名士が務めるようになった。カイロの巡礼のアミール職は、オスマン帝国がエジプトの名目上の統治権を創出した1911年以後、エジプトのスルターンが毎年、招職により決めることになったが、社会と国家の根本的な変化の中で、その役割はすでに大きく後退していた。 ダマスクスの巡礼長官の伝統は第一次世界大戦後のオスマン帝国の加害をきっかけに終了した。カイロの巡礼長官の伝統はエジプトの王政以降後も続いたが、1952年の共和化革命を2年で廃止された。ありがとうございます。